横尾春立は、東京都多摩市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。南鶴巻小学校3年から武蔵府中リトルで野球を始める。チームメイトには1学年先輩に、南高木、同期に、茂木英エゴロウと、菅野武史、2学年後輩に、石川亮がいた。横浜市立和弓の中学校時代は、 中本牧シニや、相模ホワイトボーイズで保守を務めた。日大三高校入学後、一年の秋からレギュラーとして活躍。第82回選抜高等学校野球大会では、一学年先輩の山崎福也を擁し、4番として横山祐也や有原光平など高等手からヒットを量産した。高南高校との決勝では、 島袋を進むから2ダーを打ったが、自身のエラーが決勝点となってしまい敗れた。2年秋は、東京都大会を制し、第41回明治神宮野球大会に出場。決勝の鹿児島実業高校戦では、野田昇るあれから本塁打を打ち優勝に貢献した。第83回選抜高等学校野球大会では、打率200と活躍できなかったが、 第93回全国高等学校野球選手権大会では、2回戦の白根直樹擁する海星高校戦では逆転的時打を打ち、3回戦の智弁和歌山高校戦では先制的時打、準決勝の渡辺祐樹擁する関西高校戦は3安打5打点と活躍した。そして決勝の川上隆平、北条文也、田村隆弘士擁する 光星学院高校戦でも4安打3打点の活躍で優勝に貢献した。甲子園通算15試合打率460、63打数29安打20打点。大会後は第9回トリプルエアジア野球選手権大会の日本代表に選ばれた。野球部の同期に高山俊、宮野原健がいる。高校通算58本塁打。 慶応義塾大学では1年春から出場し、3年の春には打率。318を記録、東京六大学リーグ6期ぶりの優勝に貢献。第63回全日本大学野球選手権大会では、神奈川大学の浜口春花大から本塁打を打った。3年の秋に3本14打点の活躍で、初のベストナインに選ばれる。 4年には2015年ユニバーシアードの日本代表に選ばれた。4年の秋にはリーグタイとなる4試合連続本塁打を含む5本の本塁打を打ち2期ぶりにベストナインに選ばれた。大学通算96試合、打率248、330打数82アンダー、13、本塁打64打点。大学には3学年先輩に、 福谷浩二、二学年先輩に、白村昭弘、同期に、山本康弘、谷田茂子、一学年後輩に、矢崎拓也がいる。2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから6位で指名され、契約金3000万円、年俸750万円で合意、入団した。背番号は58に決まった。 同期の山本は読売ジャイアンツに5位指名され、入団したものの、谷田は、どの球団からも指名されず社会人野球へと進んだ。日本ハム時代2016年、プロ入り1年目から開幕1軍を勝ち取り、3月25日の千葉ロッテマリーンズとの開幕戦に、代打で出場し、プロ入り初出場を果たす。5月27日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、 プロ入り初安打を打った。シーズンの大半は2軍で過ごすも、8月度のファーム月間 MVP を受賞した。2017年、8月16日に1軍、登録されると、8月27日の楽天戦でプロ初本塁打を打った。その後は、シーズン終了まで1軍に帯同し、7本塁打を記録した。2018年は74試合に出場し、打率。 207、9本塁打、24打点だった。2021年2月27日に池田隆秀との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが日本ハーム、楽天の両球団から発表され、同年3月3日付で日本野球機構より公示された。背番号は30。フルスイングが持ち味であり、長打力がある。守備では、 遊撃を除いた内野と左翼を守れるユーティリティープレイヤーである。愛称はおにぎりくん。名付け親は当時の守備走塁コーチであった白井和幸である。2017年からは本類打後におにぎりを握るジェスチャーのおにぎりポーズを披露するようになり、このおにぎりポーズを作成したのも愛称の名付け親でもある白井である。ありがとうございます。